はい、ではナミネのスキル1の30分やっていきます。54コインじゃいるなし、レディーゴー。あ、届かねえか、これ。いつか私たちをつなぐ光になる。やばい、ボムがない。ボムがないじゃない、ボムあるけど、終わりない。うまくいってねー。平均4000くらいいけないかな。あ、4000はいけるか。ちょっと3回目間に合ってないな。わーお。危ない。4400。お、最初のスキル発動早けりゃー。ああはははは、大変だぜ。いない。今スキル1でやってますね。これ4000いかなさそうだな。めちゃくちゃしんどそう。大変よ。
でも頑張ってる。4000乗った。危ねえ。まだ2プレイ目だよね。投げこいつ投げ。レベルが上がってしまう。ててれてて。あれ3秒くらい取られるよね、時間。54なしはさすがに、ああスキル回らないだろうね。全然いかった。姉さんこんばんは。1、2、3。ナミネのスキル中のなぞりは？よし、止まったね。無理か。目安はスキル6、5回、スキル5、スキル4は4回って感じ。うん、そうなるだろうね。3秒くらいだね。大変、喋れん。よいしょ。はい、触ってるつもりだい。スキルレベルによって必要積む、必要積むは変わんないんじゃない？スキル中のゲージ反映率が変わってると思うけど。
だって3回しかなぞってないのにこんなにスキル溜まりやすいか。ちょっと変わってる。そんな気するよね。よし。かずあきさん、こんばんは。ナイス、クリコセ。今の綺麗だったね。ない見つけられんかった。4000だね。これスキル1です。スキル1。ふくらげさん、こんばんは。繋がんないのこれ、マジか。足りない、いろいろ足んない。
よし。まあ、いつもおお、42。お、ナイス。いない。だいたい4200に落ち着くね。さあ半分。ユキエルスキル5なのですが、平均何枚くらい稼げるようになればいいですか。8000くらい。結構難しいかもしれんけど。よっよっと、繰り越し。スキル1と6だと補正違いますね。これ間に合わん。キエルシーバズどっちがおすすめ。シーバズよいしょ。いやー、一気にグダったな今の。なんとか4000乗ったか。危なー、あのグダりから。今スキル1です。ほらほらほら、
初心者だと雪エルかスクアイ。これ間に合わん。スクルージどっち先に、いや雪エルかな。結局スキル上げて強いのが雪エルだからね。あぶねえ、4000乗ったがないな。あった。よいしょ。ないない。触ってる粒じゃなくて、そもそも粒触ってなかったな今。スキルたまんない。そこの見せなければ4500乗ったか。あと6分3、2プレイか。最初に3チェーンしてタイムボム狙うのはしない方がいいね。
結局タイムを狙うってことは消去量が少ないので時間効率落ちちゃうね。これ4000乗るか。乗らんな。いやースキルが回んなかった。触ってるツムが違ったぞ。7、9、3、4。よし。あーなんでこんなところでミスってんの。はい、これで最後だったね。29分20秒かな。まあレベルアップの3秒引けば20秒だね。はい、ということで34631平均4000、うん、4000だったね。4191か。34631割ることの 29.333 かな。ということで1分効率でいくとスキル1ははい、1180なので、
リドルよりちょっと下か。そんな伸びんかったね。やっぱ5、4使ってるとそうなっちゃうのか。アイテム分の、あれがきついか。そう思うとパイロット力強いな。ジョンの鏡。やっぱワンプレイ枚数伸びた方がいいね。あれ、メイリンの54コインって。こんなにいいのか。メイリン、じゃあ、ナミネよりも、プレイ回数が多かったってことだよね、単純に。平均枚数同じくらいで、1分効率がこっちの方が上ってことは。あ、違うわ、これ3プレイしかしてないのか。確かメイリンって30分やってないよね。でも3プレイの1分効率で、でもこれってことは多分プレイ時間がこっちの方が短いんだよね。ほう、まあ使えなくはないけど、わざわざスキル1で使わないよね、ナミネは。じゃあスキル1の時点でガジェットよりは強いけど、こんだけ頑張ってガジェットと同じくらいかな。サバーカメイリンいるよ。いるからスキル1を調べられたんだけど、もうスキル2だからね。ほいっと、こんな感じです。とりあえずは。まあ、これ以上特に調べることはないかな。確率アップしてるんで。もう一回。もう一回引くか。引けたらいいな。いらっしゃい。君じゃない。5回くらい引いとこう。ペン、ムーラン。お、靴下。靴下常駐だったんだ。ルミエ。ラスト。あら、ベラ。